バン新一郎のここで物言いです。この番組は大相撲取材歴が50年近くになるというフリーランスアナウンサーで元文化放送のバン新一郎さんがえ本場所が終わるごとに終わったことをつらつらと物言いする自習番組で今回なんとついに50回目を迎えることになりました。感想。感動したの。はい。あー。バンさんよろしくお願いします。わかりました。おめでとうございます。年取るはずですね。気がついた。はあー本当にね。はい、まああの特勝理由が。 えー、優勝して、はいえー、いわゆる幕尻力士がということで20年ぶりだとそれはねの優勝はとまあこういう形でね徳勝龍にスポットライトが当たるっていうのはある意味良かったんではないかとまあそうですよ、はいえー、でないともう上の方が全然ねよ両横綱休場で途中休場で、えーはい、で大関もぼろぼろでしたから、はいえー、そういう状態の中ででまあまああのー 朝乃山がまあまあだったけれども高安は負けが込んでというような状態でしたからこれでもし徳勝龍正代も含めてね頑張ってなければそしてまああの前半の遠藤もそうですけれど、ええ。 あの盛り上がりなかったってことになっちゃうんですよねちょっと審判部はノーマークだったんですかね直ッ流のあの割に関してはまあそうでしょうねマクチだから上位と当たらないっていうのは最初はあったあそうでしょうで普通はですよ千秋楽の結びというと横綱、ええ、両横綱がねまあそういうことす、ね、激突するとで横綱いなければ、はい、まあ横綱大関とか、ええ、まあ両方横綱いない場合は 大関がとにかく番付の一番上の力士が当たるってことになってたわけですよですから本当で言えばねその点で言えば貴景勝とそれから豪栄道が千秋楽に当たってよかったんですけれどもそれをしなかったわけですよねまあそういうことになりままあでもそれはよかったですよ結果的にはねあの盛りり上がました徳勝龍的には今回の優勝に箔がついたというか文句なしの一番でしたからねまあそうでしたね えー、ですからね、あのー、20年ぶりということでその高遠力が平成12年の春場所にあの東の14枚目で、えー、13勝2敗で優勝して記憶になないいでですね私しょ、えー、で関東賞と殊勲賞も受賞したんですけれど、えー、まあ今回の徳勝龍も優勝のほか関東賞殊勲賞、えー、ダブル受賞という形になったんですけれども厳密に幕尻ということで言えばね、えー、高遠力の場合東ですから。はい もう半枚下に、これがね、若の里がいたんですよ、若の里はただ全球だったんですけれども、休場したんですけどね、今場所の場合はもう一番西の17枚目で、それより下は誰もいないという、そういう形で優勝と、横綱いなかったわけですけどその平成12年の春場所の番付見てみたんですよ、4横綱なんですよ。すすごいでね 貴乃花、若隆一すそうです、よくわかりました、大関も3人、出島、千代大会貴乃波といたんですあこのはあは、貴乃波7勝8敗でね、負こ越しちゃったんですけど、関脇も武双山12勝3敗で、雅山が11勝4敗で、あと栃東がいたと。 あで小結、土佐ノ海、海洋だこで上の方すごいメンバーなんです 2>, 結構2桁上げてて、本線でしたねああそういう中で高藤力が、はいえー、東の前頭14枚目で、十三日目に横綱と当たってるんですよ、武蔵丸と。 で、14日目にもあけと当たってるんですよ、たんで、そこ2敗してるわけです。でも千秋楽で城山に勝って、で、優勝と、こういうことになったもし城山に負けてるとですね、城山も12勝3敗ということになりました。並んんじゃうで、す武双山も12勝3敗ですから、これ、3人で優勝決定戦ということになった、大変なことになったんですよね。ただその所成績は まあこれも放送や中で結構出てるからお分かりだろうと思うんですけど、うん、高取り機、分かりますか。 いや覚えてるんですね。二勝十三敗なんです。よ西の小結びまで上がったんですけれど、二勝十三敗で初日に開け物と当たってるんですけれどもね。まあ小結びだから。西の小結びに上がったんです。そうそうそう。四枚目か。十四枚目だからまあ十三の二だと十一枚分まあだから小結びまで上がっても不思議はない。不思議ではない。すごいジャンプアップでしたね。ということで。ねちゃんまだあの富島部屋の行ききだった頃っていうことです。ももちろんそういうことですね。でまああの高騰力の場合は。 平成3年にもう小結、関脇まで上がってるんですよ。うん でこれ、平成12年ですから、はい、まあ上がったり下がっったたりりり下を繰り返していていどっちかというと、ピークを過ぎて、下りてきたところもうそうなっていうことですよねそれがね、典型的にその星を見ると分かるんですけど、ええ、その前の場所は東の10枚目で6勝9敗、はいええで、その前は東の2枚目で2勝13敗なんですよ、ええ、つまり6枚目、10枚目、そして14枚目下がって,13勝2って、勝敗逆スライドで落ちてきたい,<う>いきなり奮起したとで2勝13敗の前は、7枚目で9勝6敗。その その前は3枚目で4勝11敗だからどっちかというと負けがまあ混んでるわけですよ、ね、だからもともと上の番付だった人が調子悪い場所が2場所続いて調子を取り戻したら周りも崩れてたっていうこと、ね、あというのとはまた違うんですね。うすかもう明らかに上上,上がって、ええ、え大負けして、ええ、で落ちてで今度大勝ちしてっていうのこれ実はその後もそうなんです繰り,繰り返してるんです、ね。だ、ええええ、だかかかららもうその平成3年にに小結関まで上がった人だから、うん、その頃は確かに あのそういういね、えー、強かったですけれどどもなるほどじゃあ、今のあの沖の海とか、あの <laughs> 勢いみたいなもんですねそう、ちょっと宝富士もそんな感じになってきてますけどね。とい幅がは、じゃちょっと一つ間違えると、そこまでいく,く可能性もある。く可能性もある、だから高藤力は次の場所は2勝13敗でしたから、ええ、徳勝龍もでも見ると、徳勝龍の成績っていうのもね。 これ千場所発勝七敗だったわけです重量で、はい、でその前も重量重両で重両がずっと続いてたわけですよ。そうですね、ここ何場所だったかな、十え十、ー、何場所かで、一年ちょっとくらい重両でした。え、あの平成二十九年の九州場所から、はい、えー、そこで一つですよね。はい、で三十年が六場所だからこれで七場所連続、はい、で八九場所連続で。 去年の夏場所返り入幕したんですけど4勝11敗で大負けしてその後また十両3場所、はい、だからもうほとんど十両で、はい、でまあたまたま上がったら優勝しちゃったということでね、はい、まあそういう点ではなかなか面白いというかただあの、えー、優勝力士インタビューの時のあれですっかり徳勝龍はもう、えー、ワイドショーでも何度もあちこちで取り上げられて。 えー、すっかり注目される人気力士になったという感じです勝龍って過去に三勝ってあったんですか特勝龍ですか特、ええ、は3章はありませんですよねな,いすなので、はい、大相撲中継のインタビューに記憶がないんですよね、はいうん、徳勝龍ですから全く。 そうなんですよ。重量優勝とかもない。えいや重量優勝はあ,ありますか。かそれはあの戦線場所の空き場所。あそうですか、ね。これ東重量優勝しない。いや本当に2受けてるわけですね。そうですね。あの優勝決定戦で大山美に勝って重量、はい、優勝してるんですけど。ほとんど印象に残ってないですね。そう重量優勝はそれだけですね。はい、えー、ということでね。だからまあ面白いと言えば面白い、えー。こんな力士が優勝しちゃっていいんでしょうかねっていうな。 あのヒロインタビューでしたヒロインタビューというか優勝歴史インタビューでね、ええ、あのー、嘘ですっていうの覚えてるでしょ。はいはい、優勝は意識していません。眉、ええ、を置いていや嘘ですっていう、ええ、これやっぱり関西魂が、えー、出たなっていう感じはしますね。いや本当は気取ろうとし,てしたのにやっぱり自分はその、うん、まあ。 枚目だなっいうとこに戻たんでししょううかかねまあそもれないですから非常にそういう点でまた人気をね上げたというところあるかもしれないですよね。まあこういうところでスポットが当たるっていうのは一時ちょっと前の白いウルフのス田を旋風あと逸ノ城の新入幕の時も全勝でどこまで行くのかっていうそういうのありましたけれどね遠藤の上がった時もそうですけどね新入幕からバーッと上がってってただ遠藤について言えばねやっぱりこの記者連中相撲担当 当記者の連中の中では <laughs>、ええうん、まあ、あえて言うと評判あんまりよくないわけですよ、ええ、つまりあんまり喋らないです喋ら,らないから、ねええ、もうで、どっちかっていうと、ずっけんどんとしてる、それをもう通してますから、ええ、やっぱり上がった時に、わーっと集まってこられて、まあ、だいぶ大変な思いをしたんでしょうね、うねということもあったんだろうと思うんです。ええ、だからそういううい点で今度代代がどうかなとで正代は まあ多分上の方でずっと相撲を取ることになると思うんだけど、あのすごくこう引っ込み思案っていうかね。ああ、正代でもたしゃべる時はしゃべってますああ、だからね、しゃべってんだけど、例えばあの、ええ、新十両の、えー、会見の時いあの誰と対戦したいですかっていうね、声、ええ、が飛んで、ええ、その時には、いや、 誰ともやりたくないですすっっててて、ね、横ののじゃねねええお前覚まだからねそれはあの別にシャレで言ったわけじゃないんですよね彼はまあ本当にそういう感じだったんですよねポジティブな、ねうん、感じでねでインタビューはたまにあの陽気なポジティブな時はポジティブな答えが返ってくるので、うんはい、期待したいなとあなるほどだから今度ね あのー、まあ多分スモープを見ると、あのー、終盤はアグレッシブな取り口が増えていたから、ええ、その点では非常にあの期待をしてるんですけれども、ね、ちょっと遠藤に話戻りますけど、勝ち越しインタビューとか殊君のインタビューの時もうちょっと聞き方もあるんじゃないかなっていう気がするんですけど、遠藤の場合はいきなり結論を言う人なので、ね、ええ、いつも通りですとかって。 くすぐるりを入れるようなき方をちょっと吉田親方に期待したいな <laughs> あれ、吉田アナウンサーじゃなかったですからね、違いますね、ええ、吉田アナだったらもうちょっといじれるんじゃない、<laughs> 藤井さんとか <laughs>、はい、だったらそんな気がするんですよああまあね、そうかもしれないですけどね、私はまあ一番びっくりして一,一番と言っていいかどうかわからないですけれども、あのー、千秋楽の後の夕刊不二の裏一面ですよね、はいええ、裏一面トップが。 えー、横綱不在でもこで、ねえ、これね、出たのは火曜日に出たやつです、ですからもう、はい、あの翌日、一夜明けての、えー、徳勝流の,あのあ<ー>場所だけでの会見なんかも,ももちろん出てるんですけれど、はい、でその裏一面のトップ,トップっていうか、裏一面は全部使うわけですけど、はい、大きな見出しで、横綱不在でも視聴率20%超え、居座、うん、り白鵬に不要論。ええ ももはやい,もういらないって言ってて言なくても盛り上がってるぞとそうそうそう、で、はいえー、横審の委員の言葉なんかを引いてね、まあ、オリンピックまでこのまま行くと頑張っているみたいだけど、オリンピックと個人のことは違うからねって、こういうん、ね、周りもドライになってきましたね、強気になってきましたね、会も、はいうん、だから これからまあその来場所あたりは特に鶴竜なんかはもう3場所連続休場ですから栃木城でね、はい、だから、もう身体かかってるわけですよまあです、ね、正直言って。と、はい、白鵬もかつてのような、まあ、あの遠藤戦で背中から落ちたのを見て私はもう本当にびっくりしたんだけど。ええ ああいう相撲が出てくるっていうことは、今までの白鵬には考えられなかったあれは拍手大きかったですね、やっぱりみんな先場所のあれを見てるだけに、ええまあね、ちょっとみんなすっきりしたっていうところがありま、ね、あーあす同じババ出てましたもんねそうなんですよね、ええ、だからそれだけにね、白鵬がどうかなっていうね、えこともあって、はい、え確かにあの世代交代は進むのかなっていう気もうん、しますけどね。いいやーそういう意味でちょっと、うん 朝乃山とですね阿炎ですね、あと大栄翔たりが割と早く上がってきちゃうんじゃないかなというふうにそれはあるかもしれないですね、ただ今場所なんか見てみると、やっぱり一度上上がってきたんで、少し跳ね返された壁ですた壁はいつも三役の壁っていうのはあります阿炎はちょっと今場所は残念でしたけれども、ここ3場所ぐらいは、場所ずっといましたよねそうですね、なので、ちょっと次ぐらいは。 優勝争いっていうか最後までまあちょっとまあ足が長いからね、腰がどうしても高くなるんでね、そのあたりの相撲を少しこう整えていけばね、かなり力を発揮するんじゃないかなっていう気はしますね、確かにね。で、まあマヤ山なんかについても少し今までこう。朝の山。あ、マヤ山じゃなくて朝の山。間違ってましたね。この間もつい間違えですね。朝の山。で、朝の山なんかもやっぱり。 どうしてもちょっと多少こう押してるときに顎上がり気味みたいなところがあったりしたわけですよ今までね、はいでまあ、今場所も今場所というか初場所もそういうところがちらちらと見えましたけれどもだもんでそこからあの思うような力が出ないんで、はい、っていうことで破れるっていうケースが炎鵬に負けたりとかしてますからね円鵬、ねええ、は阿、い、炎を持ち上げた、ええ、<laughs> なんといってもまあ,あれは阿炎がこうあ足をうまくすくったそうなんです阿炎、ね、があの背中越しにって言うと変ですけど、はい、あの逃れようとしたで上手を取ろうとした でしょうね。多分ね、はい、取れないとは思いますけど、はい、そこのとタイミングがあったんですよね。ずいぶん高く上がったんでね、っびっくりしました。はい、あれもね、はい、あれも面白かった。うん。で、あと。 思い切りマクウチ離れちゃうと照ノ富士がやっぱりね。ああ復活してきましたね。十三連勝。うわーやっぱりちょっと物が違うなと。まあこれで、ええ、あの足がね膝が、えー、完璧に治れば。まだずいぶんヘビーなね、うん、あの物を巻いてます。巻いてますから。はい、でこれがまあ完璧に治れるかどうかはわかりませんよ。ただやっぱりそれもあって体を絞ったりなんかしてるわけですよ。まあ元大関で優勝経験がある力士ですからね。そうそうえー、やっぱり重いと膝に来るっていうことを自分でもね意識をし始めて。はい。で気持ちの上でも今までどっち。 というとあの偉そうにしてたんですよ <laughs>、はい、ところがだいぶそういう点では腰が低くなってきてそうですか今、はい、でも部屋頭ですよねそうですねで対応の仕方がねそういう点でもよくなって、はい、まあスモップにもねだからできれば全勝してほしかったんだけど14日目先秋楽と負けちゃったからですけど、ね、うんそうですねちょっとも,もったいなかったもったいなかったいっ、ね、感じがしましたでもまあ照ノ富士はええー かなり上の方まで来場所はだから幕に入るかどうかまあ微妙なところではありますけれどもたぶんね全勝だったらまず間違いなく上がってたんですけど、はい、え13の2なのでどうかなというぐらいのところではあるんですけど、まあ、上がっていくんじゃないかなという気はします個人的には栃ノ心の2の,の前にはなってほしくない勢いで上がってきてまあ大関まで取って今ちょっと怪我に苦しんでいるというところですね。はい あとまあ先ほどあの一ノ城の話が出たんですけど、えー、十両の裏ね。あ裏はいはああ。まああの手抜くじもあの下の方まで落ちちゃったわけですけれども、えー、ジョニダンまで落ちた。はい、で裏も今ジョニダンですから。二回目ですよね。ここまで落ちると。で、えー、ジョニダンでついに優勝ですね。七戦全勝全勝。はいはい、まあ千場所あの実は最後いっぱいして。 えー、優勝決定戦で負けて。ということは、かから2人力士2人ですかそういうことですね。景気が良くなりましたね、<よ>キセだから宇、あのー、裏がね、やっぱり、まあ、反り技もう出,出ないかもしれませんけれども体も大きくなりましたしそうそれにやっぱりその怪我の状態、その他もいろいろあるからあれでしょうけど、はい、でもやっぱり力のある力士がそういうことでやっぱり下に落ちると、それなりにっていうとちょっと言葉良よくないですけれども、裏は1回て回 あの幕下の上位まで上がってきて2回目の大けがでしたっけそうだったか、ね、あの日2人、ねまあ、2> 同時に大けがしたんですよあなるほどね。というようなことがありましたからね、はい、あとまあ下の方では今のところはまあその2人ぐらいあと。 納屋とかね、はい、あのこの辺りがどの程度やってくれるかなとあとまあ琴ノ若とかねとあ琴ノ若は入幕でうん、うん、するでしょう、ね、はいだからそういった若い力士にちょっとまあ納屋はちょっと足踏みですかえ納屋はちょっと足踏みですの感じではありますけれども、はい、まあでも素質はかなりある力士であるとは間違いないそうええー、まあ それ,それこそ新旧交代ってことずいぶん前から言われていたんだけれども、うん、なかなかうま,うまくいかないというと変ですけれどもやっぱり白鵬43回優勝ですから、はい、白鵬の前に跳ね返されて、うんえー、それがならなかったのがまあそういう点ではあの本当の意味でこれから新旧交代が大いに注目されるというふうに なるんじゃないかなという気がしますけどねこれ私個人的には来場所北東富士今年今場所祝賞ごめん技能賞技能賞十一勝四敗西の二枚目東の二枚目これ三役戻るでしょうから戻る戻りますね今場所みたいな馬力なるまあところを見せてくれるとちょっと朝乃山とかといい 勝負になるんじゃないかな。ああ、なるほどね。はい。私はやっぱり遠藤に注目したいですね。はい。うん、また三役戻りますから。遠藤でも微妙なところです。微妙なところではあるんですけど。負けるんですよね。うん、貴景勝、阿炎、うん、遠方、御嶽海、うん、北斗富士、<laughs> 豊山って結構そう。 いいところで負けてる気がするのですね、うん、ら横綱大関に今場所ねあのいい形で勝ったりなんかしていながら、うん、2桁乗れてないっていうのがそ,うそれはねあるんだけれどね見え切らないところがあります <laughs>、まあ,あの相撲のうまさっていうか、はい、これでもうちょっとその立ち合いの厳しさがあったらうん 三役定着ということもあるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあそのうまさっていうのはもうみんな誰もが認めてることでねだからそういう点でもやっぱりまあ炎鵬ばっかり注目がいっちゃうけど一時違いだけど遠藤もね頑張ってもらわなきゃというね感じですね。 他はどうううですかかねまあそういうところかなだから来場所は大阪場所で徳勝龍も奈良の出身だから、はい、えそれこそ大麻の毛早の <laughs>、ね、後輩だからって言うてるんですけどもそういうことで関西特に奈良はね相撲発祥の地とも言われるぐらいだから、うん、えぜひ地元で、えー、それこそ2勝13敗じゃなくて。はい また13勝13勝2敗はちょっと無理だと思うけどいきなりよくないこと言いますが <laughs>、はいえー、頑張ってもらいたいなとそういうふうには思いますね。はい、ということで、うん、場所が終わったところで豪衛道の引退という発表がありました、はい、あそうだ、豪衛道ね、はい、大阪出身だから寝屋川ね屋川あ本来ならば大阪場所はやっぱりしっかり勤めて大阪で打っていな場所見たかったなと。うんだから 横綱2人がちょっと今のところあまりパッとしないまあ白鵬はね先,先場所、先場所って,言っていいのかな優勝してるからあれですけれど鶴竜がこういう状態で大関は貴景勝一、まあ、人頑張ってますけど一人大関になってしまったし、はい、だからそういう点では横綱大関が本当頑張らないとねいいけな五栄道5勝10敗ということで、うん、何が悪かったんですかねやっぱ怪我はひどいんですかねあんまりそういうところかはないんです左の 胸のところね、胸の上の辺りのところを、えーまあ、怪我したの大きかったんじゃないですか。だからたか、あのー、それをやっぱり乗り越えないとだめなんだろうけれどもね。ただ、6年間、大関張ってたというところではありますよ、ねうん、そうそう、そういう点では、ねはい、立派だと思うんですけど、ただ、大関時代の成績を見るとね。ええええ あんまりくないんですよやっぱりまあちょっと訓読が多いっていうそう訓読が多いだけじゃなくて負け越しも結構あったりするわけまあそうですねカド番が9回多いんですで特にあの今場所も大栄翔だっけあの下手投げを食らってドーンと繰り返されたじゃないですか大栄翔には勝ってますあ誰だっけなえっと遠藤とかじゃなくていや遠藤じゃなくてちょっと待ってくださいうんと14日目誰でしたっけ松鳳山か松鳳山には何だっけな えっとえ一気に持ってかれましたね最後あの土俵際のところで、はいえー、やられてしまったわけですけれども、はい、あこれは寄り倒しか一気に持ってかれてそのまま寄られた寄り倒しですか、ねえー、下手投げあこれだ大野咲だ大野咲大野、はい、咲に豪栄道はねもうこれ千秋楽ですけれども、はいえー、あんな負け方しちゃったんじゃあ<ー>あれでまあ親方もね あーと思ったらしいですけれどもそうですね正面のところにごろんと普通はあんなふうにはならんですよ、うん、で、大野はそんなに上じゃないですから、はいえー、で今場所もそんなにめちゃくちゃ良かったってわけじゃないですから、ええ、そういう力士にああいうふうに大関が投げ飛ばされたみたいな感じでしたからね。ええうん、それを考えると、まあ、衛堂自身も えもう33歳なんでと <laughs> いうことなんじゃないでしょうかね。まああのー、久々の日本人歴史として15勝全勝優勝という気持ちいい、ねうん、優勝もありましたしね。と、ねはいうそういう点では、まあ、ちょうどあの最近はよく言われるようになりましたけど、稀勢の里、豪栄道あの木ですね、えー、61でしたっけ、はいえー、この花の61、61年生まれね。はい えー、昭和61年の生まれのわっと上がってきたそういった力士がやっぱりある種大きな壁にぶつかってる中で同じ6一の高あ徳勝龍が、ねはい、優勝したっていうのはうっっ本当にそういう点でもいろんな点で何かこうもうきちっとドラマみたいにね、はい、しっかりできてるなっていう感じがしましたね。はい、うん で今場所の服部桜の方はああ全部負けあそうそれ言わなきゃいけないと思ってたんですよと、はい、いうのはね初日2日目出てないわけですよで私見た時にね、はい、あこれ。 休場だとやめちゃうことになるぞあるいはやめるのかなと思ったんですけど思ったそしたらちゃんと3日目からちゃんと割が組まれて出てましたでこんなことあったっけなと思って、はい、あのもう超ベテランの私よりも超ベテランのっていうかやたら詳しい記者に聞いたんですけど、はい、いやこういうことはねよくあるとつまり初日2日目 あの割が組まれてなくても一番ズボンが3日目になることはたまにあるんですよって。あそううあそういうことなのかなる,なるほどと思って、はい、やっぱり7番全部負けたのでもう言うことはないですけどね。ということはじゃあ服部、はい、桜関の生涯2勝目からついに丸1年が経過したと。あ にキャリア2勝目、記録したそれがなんと私が見に行った、天覧相撲の翌日だったということで、非常に悔しい思いをしましたね、勝ったところ、私は勝つのを見たいがために、ちゃんと行ったんですよ、序の口から、えああ、そう、あっ、割が分かんなかったからか。そうそう、だから行かないとだめなんですよ、したらちょっと翌日に勝ってしまって、悔しい思いをしましたい。 あれも勝った相撲も正直言って寄り切りだ,り切りだったと思ったけどなんで相手が負けたのかなっていうようなあ力の入らないような相撲だったんだけどねまあ服部桜君にも頑張ってもらおうまだ先はあると思うので地道にいってほしいなというふうに思います。